旅行の準備中、美月は喉の病気で倒れてしまったの。それが原因で修学旅行も行けないことに。おばあちゃんは事の重大さに手術を受けさせようとしたんだけど、美月は声を失いたくないと断固拒否。おばあちゃんとの仲がまた気まずくなっちゃった。さて今日はどうなるのかしらね。わかったか。はい。空が高いな。これなら早く出てきた甲斐もあるわね。ねえ美月、ほらいつまでもしょげてないの。あのばあさんが不愛想なのはいつもだろ。うん、でも好きになさい。あれからおばあちゃんあまり喋ってくれないし。だからってあんたが落ち込んでどうすんのよ。そうだ、うじうじすんな、ハエになるぞ。でも、たくそんな顔で学校行ったらみんなが心配するだけだぞ。どうだ、気分転換にいつもと違った道を通るってのは。うわー、すごーい。きれい。うん、近くにこんな素敵なとこがあったなんて知らなかった。ロマンチックよね。いつかタクトと二人きりで来てみたいわ。待てよー、メロコー。こっちよー。みつき、そろそろ行くぞ。うん、待ってよタクト。この人かな。美月、何してる？行くぞ。ああ、あそこは真田さんって方のお屋敷だったところですよ。真田さん？はい、なんだか大きな会社の社長さんで、お屋敷に一人暮らしって聞きました。でも引っ越しされたのかもしれませんね。え、確か今は空き家になっていたはずですよ。後を継ぐ方もなくて、どこかに寄付されたんじゃないですか。いい加減になさい。人様の噂話も度が過ぎると浅ましいですよ。申し訳ありません。さあお仕事かからなくちゃ。そんなに気になるのか？普通のおじさんだったけど、まあロマンスグレーが渋くていい感じではあったわね。とにかくもう一度行ってみる。だってなんで私を見てあんなに驚いたのか気になるんだもん。
ないわね、あのおじさん。うん。君たち、やっぱり今朝の。後ろの二人はやっぱりその子に。後ろの二人？どうしてまた見えるのよ！こいつに続いて二人目だ！私以外にもいた。死神さんの見える人。真田さん？じゃあお屋敷に住んでいた？ああ、最後くらいは人の役に立ちたいと思って土地をすべて寄付したんだよ。そしてここで寝起きしてるってわけさ。やっぱり何も書いてない。どうしてあんたに俺たちが見えるんだ？どうやらそちらの死神君は私のことを警戒してるみたいだね。すみません、タクトったら機嫌悪いみたいで。メロコ、余計なこと言うな。タクト君にメロコさんか。私は高山美月です。美月さん、かわいい名前だね。そんなことより答えろよ。なに、簡単なことさ。私の前にも死神が現れてね。え？私の命はあと1年だと言われたんだ。そりゃ最初は驚いたが、今ではその日を待っているようなもんだよ。そんな、ご家族は？皆さん悲しみます。家族はいないんだ。え？みんな亡くなってしまってね。私は事業に成功し、素晴らしい家族に囲まれ、それは幸せな日々を過ごしていた。だが仕事は日を追うごとに忙しくなってゆき、家族とも十分な時間を持てなくなっていったんだ。ある日曜日、私は息子との約束より仕事を優先させた。ここのとこ少し揃えましょうか。え？事故だった。それ以来私はますます仕事に没頭するようになった。死んだ息子のことを考えるのが辛かった。我々夫婦には会話もなくなり、すっかり家庭は冷え切ってしまった。そしてその妻もとうとう3年前に。私は一人ぼっちになってしまった。なぜもっと家庭を大事にしなかったか、妻と気持ちを分かち合えなかったか、それは後悔に苦しんだよ。それこそ生きてることさえ苦痛に思えたぐらいにね。そんな時だ、あの死神が私の前に現れたのは。最初は驚いた。正直言って死にたくないとさえ思った。だが今となってはようやくまた二人に会える。今度こそ二人の話をゆっくりと聞くことができるよ。私も同じなんです。私も来年の春までって。やはりそうだったのか。こんな小さな子の命を取ろうなんて、君たちは恥ずかしいと思わんのかね。それは。あの、お仕事ってやつだから。真田さん、タクトとメロコは私の大切な友達なんです。友達？はい。それに二人がいなかったら、私。タクト、私をフルムーンにして。え？真田さんに二人が大切な友達だってこと分かってほしいの。だから、ね。わかった。これは。タクトとメロコは私の夢を叶えてくれたんです。
大好きな歌を大好きな人の心に響かせられるようにって。歌？はい、今の私の一番大切なものです。そうか、お嬢さんのことはテレビで目にしたことがあるよ。なるほど、タクト君たちが助けてくれていたんだね。はい、どうやら優しい死神さんたちのようだね。いや、それほどでも、ひどい、タクト。何よその態度。別に。なかなか賑やかだね。はい。なんだかすっかり仲良くなっちゃったね、あの二人。死神が見える者同士、通じるものがあるのかな。それにしても真田さんもさっぱりしてるわよね。寿命もあとわずかだっていうのに。でもどうしてあの二人にだけ俺たちが見えるんだ。不思議だよね。あれ、このバラ、真田さん、ここのバラはいつ咲くんですか？ああ、もうそろそろだと思うよ。妻が亡くなる前まで手をかけていたものでね。それが咲くのをとても楽しみにしていたな。おい、大丈夫か？そんなに苦いの？うん、駅。あのね、タクト、お願いがあるの。なんだ？真田さんの命を回収するの、もうちょっとだけ待ってほしいの。あ、真田さん、きっとあのバラを見たいと思ってるよ。だってあの時の真田さん、すごく寂しそうだった。でもね、美月。お願い、せめて奥さんの大切にしていたバラが咲くまでは。無理だ。無理だ、そんなこと。そんなことできればとっくに、とっくに俺だって。美月の命を。でもね、タクト。とにかくできないものはできないんだよ、タクト。あのね、美月、私たちは命の期限になったらその魂を回収するだけで、長さを決めるのは管轄外なの。そうなんだ。うん、ごめんね。いいの、今日はついていかなくて。ん？何もそんなに怒ることないじゃない。これが怒らずにいられるかよ。タクト、もう待ってよ、タクト。おーい、タクト君にメロコさん。あ、いや、会えてよかった。実は君たちに相談があるんだ。なんすか？俺ら美月のとこに行くとこなんすけど。タクト。ん？実はその美月ちゃんのことで相談なんだ。あ？私の命を美月ちゃんに譲ってあげられないだろうか。あの子にそんな運命があるなんて耐え難い。わずかかもしれないが、私の残りの命をあげたいんだ。だから君たちにその。無理です。え？俺たちじゃ無理なんです。俺たちじゃ、俺たちの力じゃ運命は変えられないんです。美月もバカだって思ってたけど、真田さんも負けないくらいバカな人だよね。もっとバカなの俺たちだよ。
何の力もないんだ。魂を回収する以外何もできねえ役立たずなんだよ。くそ。ああ、ふふん、ヘロー、ジョナサン。こいつがいるってことは当然僕もいるよ。イズミ君、てめえ何しに来やがった。おやおや、死神が人間界に来るって言ったら目的は一つだ。何？お仕事、お仕事。ったく。真田雄一郎56歳。寿命は今日までだな。お前ら子供専門の小児科だろ。どうして。さあ、死神部長からの命令でね。泉くん、そろそろ時間だよ。うん、さっさと済ましちゃおうか。ちょっと待てよ、タクト。私たち何もできないんだよ。回収の邪魔しちゃいけない掟なんだよ。それでもこのままあのおっさんのこと忘れるなんてできねえよ。今日は二人とも来なかったな。あ、タクとメロコ。好きになってどれくらい経つのかな。気持ち膨らんでゆく。そうか、とうとう来たか。死神部長の命によりあなたの魂を回収に来た泉です。僕はジョナサン。おお、前に来たのとは別の死神か。間に合わなかったな。もう時間なんだけどいいかな。ああ、始めてくれ。準備はいいかい。ああ、もう思い残すことはない。泉、待て。待ってたよ。死神のお仕事、僕がお手本を見せてあげるよ。ダメー。イスキちゃん、お願いです。泉さん、お仕事するのもう少しだけ待ってください。これは何かの間違いで、美月に死神が見えるわけじゃ決してなくて。あのね、僕たちが今まで気づいてないって本気で思ってた。おたおたしてる君たち、ラブリーだったな。てめえ！おっと、ただいま仕事中、邪魔しないでね。ダメ！やめて泉さん！せめて奥さんのバラが咲くまではどうか。いいんだよ、美月ちゃん。真田さん？もういいんだ。そんなこと言わないでください。死んじゃ嫌です。よく聞いてほしい。美月ちゃんも残りの人生を精一杯生きてくれ。そして美月ちゃんの大切にしているもの、それを最後まで見失わずに生きていくんだよ。真田さん、そんな泣きそうな顔しないでくれないか。私がこの世で最後に見る顔は笑顔がいいな。あれ？さあ、美月。頼むよ。任務完了。あと少しで君もこうなるんだよ。タクトとメロコの手によってね。泉、てめえ！タクト！おっと、暴力はいけないよ。タク、本当のことじゃない。じゃあまたね。真田さん、真田さん。
美月、見ろ、咲いてる。綺麗。これが奥さんが大切にしていたバラ。ごめん美月、真田さんのことは、その…私たちじゃどうしても。真田さん、もしかしたらあのバラが咲く瞬間を見たのかも。タクト、私一生懸命歌う、最後まで精一杯、これからもよろしくね、タクト、メロコ。気になってどれくらい経つのかな、気持ち膨らんでゆくばかりで、君はこの想い気づいているのかな、一度も言葉にはしてからメールが来たって言うんだろ。もう何よその態度、あの子にとってこんなに嬉しいことはないんだから、もうちょっと喜んであげたらどうなの。はいはい、それは良かったですね。あ、タクト拗ねちゃった。次回フルムーンを探して、 H 君からのメールお楽しみに。